質問です。癖で顎ひげ抜いてしまうのですが、ストレス溜まってるのでしょうか。あるよね。わっちもあのね、一時期ね、すごいもうね朝から何言ってるんだって思われるかもしれないですけど、わっち一時期トイレでめちゃめちゃ陰毛抜いてた時があって、陰毛って言うなよなあそこの毛って言い方にしようかあそこの毛をめちゃめちゃ抜いてた時期があって、なんか痛いんだよね、ちょっと痛いんだけど、なんかそれでこうスッキリするみたいな時期があって、まあその時は確かちょっとストレスは溜まってません。でそれが あまりにもやってしまって、こう血が出るまでやるとかってなったら、その場合はメンタルクリニック行くのがいいですよ。てか別にちょっとストレス溜まってるかなっていう自覚があるんだったら、別にそんな皮膚を壊す前にメンタルクリニックは行っていいんですよ、気軽に。なんでわっち昨日その腰が怪しいなって言って、腰のね病院行ったって言ってますけど、そう全然そう、ぎっくりうわーってなる前じゃないもん。全然外散歩してて、なんかくしゃみした時にちょっと響いた感じがしたのね。でその最近周りでも体壊してる人が多かったりとかするから、いやこれ人のことを言ってる場合じゃないな、自分もちゃんと早めに行っとこう、行き切る前に行っとこうと思って、それで行ったんですよ病院に、その足で。で問診票をパーって書いてて、あすいません、ゆぎりさん状況教えてもらえますかって言われて、あ行動編が痛くて、でもちょっと行き切る前に見てほしかっただけなんで、別に全然行き切ってないっす、軽症っすっていう風に言って見てもらいましたよ。全然それでいいのよ、うん。君と過ごす時間は安らぎに溢れてて、時計の針もしてくれて、オプションであってたくさんつけてくれて、深爪やす